ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がポルシェ718スパイダー2020年式4700キロ、こちらの車両をご紹介させていただきます。もうね、池田君かっこいいです。そうですよね。私も、はい、これ買い取りで入庫したんですけども、前のオーナーさんにもう一目見て、いやもうこれは誰が見てもかっこいいですよと、めちゃくちゃかっこいいお話ししました。外装もそうだし、はい、内装もめちゃくちゃかっこいい。そうですね、買います、はい、なんでちょっと今回は車両紹介じゃなくて、僕もちょっと愛車紹介になっちゃうかもしれないですけど、はい、ありがとうございます。ちょっと紹介したいと思います、はい、そしてポルシェといえばやっぱりオプションですし、あとはこの辺の車ですから、まあ、距離薄とはいえ程度どうなのっていう多分ところが多いと思います、はい。まあ、ちょっとその辺を詳しく今回ご紹介させていただきたいと思います、はい。で今回全体的には、ちょっとオプションかなり多めの、そうですね、はい、豪華な車ということで、はい、はい、でまず目につくのがこちらの紺色のボディ、はい、ゲンチアンブルー、これオプションカラーなんですよね。そうですね、はい、15万円ぐらいかな。そうです、はいはい、プラスアルファかかるカラー、ちょっとあんまり見ない感じですけど、うん、そうですね、918スパイダーだと、まあ、流通しているので多いのはやっぱ白とかクレヨンとか GT シルバーとか多いと思うんですけど、まあ、珍しくこういった濃いブルーが入庫しましたね。ちょっとパッと見どうなのって思ったんですけど、原車めちゃくちゃかっこいい、本当に、うん、いいですよね。なんかこの高級な感じのインテリアに今回仕上がってるんで、はい、それとも相まって、はい、ちょっとこう渋い感じがすごくかっこいい一台になっております。でオプションというか、まあ、プラスアルファの部分もかなりいろいろやってあるみたいで、はい、まずプロテクションが前回り全面ですかね、はい、そうですね、フロント周りはフロントガラス含めてプロテクション、フロントガラスまで貼ってあるんですか、ね、ガラスも、はい、貼ってあります。なるほど、はい、なので、まあ、飛び石だったり、まあ、その辺も最小限に抑えられるかなと、はい。であとは、まあ、コンディション的なものでいくと、ちょっとこの辺だけ下すり、そうですね、ちょっとまあ樹脂のリップになるんですけども、まあまあ車高も低いので、はい、この辺りがちょっとございます。もともとスタンダードな718より結構下がってるんですよね。下がってますね、はい。あとはリップが出てる関係もあるんで、少しだけここだけちょっとぶつかった跡なんかありますけど、はい、まあ、この辺は樹脂の別パーツですし、はい、まあ、交換していただいてもいいのかなっていう感じがします、はい。あとは気になるところといえば、皆さんヘッドライトじゃないでしょうか。はい、今回の車 LED ではないということで、 LED ではないです、はい、ただ PDLS がついてるんですよね。はい、そうです、キセノンの PDLS ですね、はい、なのでベースのライトっていうわけじゃないんですけど、まあ、欲を言えば LED の方が良かったかなっていう意見もなくはないのかな。そうですね、まあ、あんまり、まあ、まあ私も個人的には LED がいいかなとは思うんですけど、まだ意外とケイマンとかボクスターとか、まあ、カイエンマカンもそうですけど、そんなにこうなんだ、割合的には LED が多いっていうイメージはないので、まあ、あればいいなっていう感じはします、うん。なるほど。僕的にももう全然好印象です。よかったです、はい、はい。もうどうしてもっていう方は、多分部品だけ結構高いと思うんですけど、交換なんかもそうですね、まあ、適合ができれば、はいはい、できると思いますので、していただいてもいいんじゃないかな、はい。であとはもう最初から何回目か分かんないですけど、もうめちゃくちゃかっこいいですね、やっぱり、はい。まあ、基本的には GT4、そうです、もう中身はほぼほぼ、まあ、GT4、ケイマン GT4 のソフトトップっていう、まあ、イメージですよね、はい。あとなんか車の使われ方的にもちょっと GT4 よりかは少しこう、はい、まあ、マイルドというか、まあ、ストリートに合わせてる、まあ、使われ方が、ね、まあ、多いでしょうし、はい、まあ、そういう個体も多いんじゃないかなっていう勝手なイメージ、うん、そうですね、はい、なんでまあそれに当てはまってるかどうかわからないですけど、まあ、コンディションも全体的に非常にいい、はい、他飛び石とかもないですもんね。そうですね、目立つのは特にないので、はい、あといいなと思うのはこのサイズじゃないでしょうか。サイズ、はい、はい、やっぱりこういろんなスポーツカーありますけれども、はい、ちょっとカンペを見ちゃいます。一応4430、幅が1820ということで、はい、まあずっとコンパクトなボディでしているこのケイマンボクスターですから、はい、まあ、使い勝手だったりだとか、はい、都内の、まあ、足にするにはちょっと豪華贅沢すぎますけど、はい、まあ、普段乗りもかなりいいサイズじゃないかなと思います、はい。そしてあとは足元行きましょうか、はい。足元も、まあ、デザインこそこの20インチ、はい、変わらずですけれども、はい、一応このサテンブラック、そうです、オプションのサテンブラック塗装ですね、はい、こちらになっていると、これがなんか紺色と今回相当相性良くないですか。いや、そうです。多分、まあ、フロントリップもまあ樹脂とはいえ、まあ、黒いパーツでヘッドライトもまあインナーブラックだったりするので、まとまりが出てる一部だと思います。これは結構色もいろいろあるんですよね、はい、はい。ただ今回このサテンがかなり似合ってる感じで、サイズがまたすごいサイズ入ってるんですよね、これ。そうですね、718ってこのサイズなんだって私も思いました。で一応フロントが 8.5J、 はい、2453520、
はい、そしてリアに至っては 11J295-3020 という、はい、もうちょっとオーバースペックなんじゃないですかっていうぐらいすごい足元が普通に入ってますけど、はい、そしてタイヤがカップ2、カップ2です、はい、なんでしょうね、だからこの色気となんか走りがすごく融合している感じが、そうですね、そしてブレーキも380倍の非常に大きなもの、はい、キャリパーの色なんかは紺と赤で結構いい感じだと思いますけど、はい、まあ、ボンド東京でしたら、まあ、この辺触っていただいても、ね、まあ、ちょっと新車保証残ってるので、うんうんうん、最近ちょっとキャリパーの色とかも言われちゃったりっていうのがあるので、まあ、保証期間中我慢していただいてとかでもいいのかなと思います。あと1年半ほど、はいはい、そして車高もスパイダーということで、はい、かなりもう標準で下がってますね、指1本半ぐらい、そうですね、1本半2本ぐらいですね、はい、もう仕事がございません、はい、だとこれ見た目だけじゃなくて足回りに関してもかなりこう走りの足回りになってる、はい、で当然電子制御の足回りもついてますし、ショックに関してはもう直巻きの足回りでもうガンガン走れる仕様、はい、そしてこの後後ろでも紹介しますけれども、まあ純正のサスペンションなのにヘルパースプリング入ってたりとか、またアライメントもなんかかなり細かく調整できるということで、うん、そうですね、もう本当このままの状態でいろいろ走るにあたってセッティングができたりとか、そういうことだと思います。もともとこれの、まあ、前身というべきかもう本当に超遡ったご先祖様的な車が、550、はいはい、でその後それにつながるのが718の RS スパイダー、はい、僕も多分ポルシェミュージアムで見たんでしょうけど、その当時はそんなに知識もなくって多分スルーしてるんですよただその車がすごくレースとかあとヒルクライムなんかでかなりこう実績を残してきた車なんですよ、はい、そこがもう思いっきり受け継がれていると、うん、そしてリアのスタビに関しては調整もできるんですよね。お、取り付けの位置がなんか2種類あって、ね、まあ、本気で走ろうと思えばそういう細かいセッティングも本気でできちゃう車みたいです、うん、はい、そしてあとは、まあ、ミラーなんかこの辺なんかは、まあ、掃除のままですけど、うん、この辺なんかも、はい、まあ、保証が過ぎたら、はいはい、触っていただいてもいいのかなっていう部分かな。そうですね、あとはもう全体的なシルエットがもうめちゃくちゃこうかっこいいというか、いやスパイダーはもうシルエットが最高ですよね。これちょっと今回開けてますけれども、はい、閉めてもこの流れるようなこの後ろに続くデザイン、はい、あとはどっちかっていうと普通の718とかってこうなんとなくこうリアのまっすぐ感が僕個人的にはちょっとこう、はい、あ結構まっすぐで911とやっぱりシルエット結構違うよねっていう感じがするんですけど、そうですね、ここの作りが全然違うからか、いやリアはすごいですよね、本当にフォルムが良くてここのまっすぐ感あんまり感じない、はいはい、もう本当に流れるようなデザイン、うんうん、このダクトに向かっていくとことかむちゃくちゃかっこいい。そしてあとはちょっとホロの開閉なんか後で見てみましょうか、はいはい、そしてスパイダーのエンブレムも入ってたり、あとここ気になるところでした、これ何もないんですね。何もないですね、蓋とかはなくて、はい、まあ、最終的に閉めるとそこにホロがこう、はい、ピンというかグサッと刺さるところなんですね。ここなんか蓋欲しいですねまあ確かにそうですね、はい、使ってないときは、はいはい、こんな感じになっております。そしてリアが先ほど触れた295、はい、295ですからね。ただ、さすがにリアはパッツンパッツンですね、はい、もうこれ以上は太くできないんじゃないかっていうぐらいパッツンパッツンの。そしてリア純正で結構根茎部します。そしてリアのブレーキも結構大きいですね。そうですね、なんだかんだキャリパーは、まあ、ローターサイズも結構大きいですよね。やっぱり宇宙一止まる車を作ってる会社ですから、うん、この辺なんかもしっかりやったらと。だとは後ろこのなんて言うんでしょう、カウルというか、そうですね、スパイダーのこのこれがね、そうなんですよ、ヘッドレストにつながるようなロールオーバーバーにつながるこのシルエット、はい、そして981よりなんかもうちょっとなんかギュッとしてる感が、あなんか僕見比べたら結構あるなっていう、はい、ここのラインとギュッて入る感じ、うん、そして120キロぐらいで出てくるんでしたっけこれは。あそうですね、確か、はい、電動のウイングと、はい、だとポルシェロゴとあと718、ここはこっちがメッキでこっちがサテンになってるんですね、はい、こんな感じになっております。そしてディフューザーがこれも、まあ、スタンダードなものよりかもかなりこう、はい、結構効果あるみたいですよ。ダウンフォースが得られるような設計になってるそうです、はい、あと標準でスポーツエキゾーストになってるのかな、はい、はい、左右1本出しずつのこんな感じのエクステリアになっております。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。内装
これどうなってるんですかっていうぐらい豪華ですよね。めちゃくちゃ豪華ですね、はい、全く覚えられないんでこれちょっとカンペ読ませていただきますけれども、まずコントラストステッチも入ってますし、はい、あとレザーインテリア、ダッシュボードトリムのパッケージ、はい、あとバイザーがこれレーステックのやつですかね。あーですかね、ごめんなさい、ちょっとちゃんと調べられてなかったですけど、はい、生徒帳のバイザーにこの辺もなってたりとか、はい、あとシートもこれめっちゃかっこいいじゃないですか。シートはこれまああんまり多分スパイダーで入れてる個体ないかもしれないですね。まあチュラホラーはありますけども、これがスポーツバケット、ね、はい、はい、でしかもステッチがこの外装の色に合わせて、まあ、ブルーというか紺色に、はい、そしてスパイダーの刺繍も入ってると、はいはい、でシートこの真ん中のところがスウェード調になってるんですね、はいはい、でこのスウェード調の部分を増やす、これ人工のやつですよねのはずです、はい、はい、が、まあ、プラス料金を払って、まあ、レザーフリーにしていく、はい、で言ったらこうベースのところのレザーより高い、うん、お金を払ってレザーにするんじゃなくてもうその SDGs じゃないけど持続可能な未来のために、はい、そういう人工的なものにお金を払うっていう時代らしいです。なるほど、はい、もちろんその上にオレアレザーでしたっけ、はい、高いのありますけども、まあ、そういう時代になってきてるんです、うん、ただ質感めっちゃいいですね。いや本当にすごくいいですね。シートもそうだしアームレストのところもそうだし、はい、でこのここもじゃないですかこれ。そうなんですよ、フルレザ ー,、うん、レザーにダッシュボードとかサイド の, そのスカップレートのところだったりとか、はい、ここもこんなに豪華な、はい、718スパイダーあります。そうなんですよね、あんまり見ないですよ、はいはい、そしてドアも見ていきましょうか。ドアもちゃんとパッケージ入ってるん で, そうです、はい、こうしっかりレザーでスウェート調になって、はい、で毎回これこの紐になってて、はいはい、そしてサウンドシステム、スピーカーは標準のものですかね。標準です、はいはい、ただ電動格納なんかも欲しいオプションしっかりついてます、はいはい、あとここもレザーが薄いの貼ってあるんですよね、はいはい、ちょっとプラスチッキーな部分探す方が大変な感じ。大変ですね、はい、そのぐらいこう豪華なインテリアになっております。じゃあ続いて内装は、はい、レース経験ありの池田くんがじゃちょっと乗ってみます、はい、レーシーな車ですからちょっと伝えていただきたいと思います。乗り込むのはやっぱりちょっとフルバケですからちょっと用意しようって感じしますね。そうですね、サイドサポートがある分お尻からもいけないしそうなんですよ、足からこうそーっと入る感じですけど、はいはい、まずステアリングはステアリングでも径もそんなに大きくもなく、うんうんうん、360ミリぐらいですよね確か。握りもいい感じです。でまたそのスウェード調のステアリングがめちゃめちゃ手に吸い付くし、そうですね、はい、逆にこうハンドルこうマルチファンクション的なものがないのがちょっとレーシーな雰囲気を醸し出しているなという。でメーターなんか標準の黒いやつですね。メーター、はい、標準の黒ですね、まあ、スパイダーのロゴが入っている感じですね。なるほど。 GT4 だと確か GT4 ですね、専用のメーターになってると、はいはい、だとダッシュボードそれ景色が僕後ろから見てるんですけど景色がダッシュボードレザーだとやっぱり全然違う。違いますね、高級感がえぐいです。そしてスポクロも当然ついてて、はいはい、あと、このシートになっていることによって、シートヒーターが選べる方なんですよね、はい、これ。そうなんですよ、このバケットであれば選べます。なるほど、しっかりその辺もついてると。でもちろんオートエアコンもついてて、はいはい、あと装備一覧こちらをご覧くださいの、そのボタンの並びは、はい、こんな感じでスポ液と足回り、はい、PASM も当然ついてて、はいはい、あと今回それにプラスして手動でマフラーのバルブ開け閉めのリモコンもついてますね。あ、そうですね、マフラーのリモコンも EBM がついてます、はい、こちらのタイプですね、はい、これで任意でマフラーの開け閉めもできると、はい、その辺 も, でもう全部レザーだもんね。レザーですね、本当にいいですね、はい、でシートに至ってはもうシェルがこのカーボン、はい、ここからちょっと見えないですけど、はい、助手席も運転席も、はいはい、これだってこの倒すこれもレザーだからね紐も、はいはい、ポジション的にはどうですか池田君。ポジションまあ結構お尻深いですよね、うん、あの多分座面の高さで言ったらそんなに決して低くはないと思うんですけど、お尻はこうスポッと深く入るような感じで、ちょうどこう太ももの裏がこう上に持ち上がってるような感じなので、僕は好きなポジションですね。でホールドがかなり良さそうですけど、はい、ただまあペダルが多分ちょっと中央寄りです、まあ、タイヤハウスあるのでなるほどあれですけど、結構中央に3つ寄ってるような感じがします、うん、割とフットレストとクラッチがちょっと近いのかなっていう。あ、そうですね、で結構踏み応えというかそうなんですよ、割と重めなんですよね、はい、しっかりしてますよね。
でストロークもしっかりありますから、はい、この辺はちょっと慣れが必要なのか。でそれに合わせてシフトがすごいんですよね。シフトはもうびっくりしますね。これは超ショートストローク、はい、そしてこの若干重い、そうなんですよ、はい、これ市販車でこれやっちゃうかっていうぐらい、はい、ちょっとだからクラッチとそのシフトの感じはちょっと渋滞はちょっと、うん、そうですね、きついかなっていう感じはしました。でもオートグリッピングという、あー、はい、なるほど、これですね。ちょっとじゃあそれは乗って試してみましょう、はいはい、だと、ルーフピラーはプラスチックなんですかね。ピラーはこれはプラスチックですね、はい、はい、こんな感じになってて、であとルーフちょっと閉めてみますか。じゃあはい、はい、これが、乗ったまま上げたり閉めたりっていうのはあまりできないんですよね。そうなんですよ、はい、なのでこちらで一回ロックを解除します、はい、シフトの後ろのところでまずトランク開ける。続いてこれを僕はやりましょう、はいはい、手前に引きながらみたいな、ね、これ正直こうすごくがっちりしてるかっていうとちょっとこうまあそうですね、たわむ感じ、一応多分補強的なのは結構、はい、まあ、入ってるかなと思うんですけど、ただこれ全部アルミなんですよね。はい、もちろん当たり前ですけど、まあ、面積が大きいですからね、うん、こっちのあれかな、骨組みはさすがにスチールか、はい、はい、そしてはい、でここにホロがいるので、はい、これホロを引き出すっていう感じですけど、はい、はい、このあ、これ両方からやった方がいいかもしれないですね。よいしょ、あ、よいしょ、これホロをちょっと2人じゃないときついかもしれないですね。そうです、手動なので、はい、でよいしょ、この辺りですね、はい、そしたらここに耳があるので、はい、これ分かりづらいんですけど、はい、ボタンが真ん中にあって、はい、これやりましょう。僕はもう完全初見なんでできるかどうか、はい、ボタンを、どれのボタン、ちょうど刺さってるあたりにボタンがあってそれを探して押してって感じです。あ、これここ、そうなんですよ、ちょうどだからこれの裏側、あ、こういうこと、ここの、そうするとロックが解除できる、はい、はい、でこれを上げとく、上げとく、はい、はい、でそしてトランクを閉める、はい、はい、スマートかっていうと決してスマートではないそうですね、はい、そしてちょっとアルミなんで、はい、割と閉めるのが心配、はい、でもただ吸ってしまう、ただあのイージークローズとかついてないんですね。ついてないです、はい、なので手で閉める感じ、そしてでこいつ、この耳を、はい、先ほどの穴に差し込んでいただくと、あ、で来るのがこの穴なんです。そうなんですよ、でここにそっとでパチって、ええ、ちょっと待って待ってああなるほど、入れていただいて、入ったのかな、多分入りました、はい、そしたら、最後中ですね、また、はい、でその後室内の、はい、室内の最後、はい、またこれかな、はい、これを押していただくと最後このロックが自動で入ってはまるっていう感じですね。なるほど、結構僕勝手なイメージだと逆パターンの方が多いのかな最初のロック解除手動で、はい、開けるの電動っていうのは、あ、そうですね、確かにそうですよね、ミニなんかでも確かそういうのがあったのかな、はい、一般的なのはそれが多いかもしれないですね。逆にロックの解除とロックするのが電動で、はい、あとは手動、はいはい、こんな感じで、で内装がちょっと骨組みが割とむき出しなんですよね。あ、そうですね、はい、はい、あのルーフの内側ですね。で一般的なドイツのコンバーチブルの車に比べるとかなり簡易的なホロというか、はい、なのかなっていう。でちょっとこの辺音だったりとか、そうですね、振動だったりちょっと気になるところなんで、ちょっとこの後乗ってみたいと思います、はい、そしてこの閉めた状態もう一回外から見てみたいと思います、はい、これもうどうなってるんですかってぐらいかっこよくないですか。かっこいいんですよ、本当にこの先ほど差し込んだホロのここ、そうなんですよ、部分とかなんか本当に昔のあの全部手でこうパチパチって止めるホロみたいな、はい、かっこいいですよね、そんな感じのシルエット。後ろからも横からも斜めからもかっこいいっていう、ここが少し浮いてて、はい、でハイマウント浮いてるからね。そうですね、はいめちゃくちゃかっこいい。これはこんな感じのルーフになっております。はい、じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います、はい、トランクがちょっとこうそのまま開けていいのかどうなのかちょっと謎なところ、はい、はい、なんですけども、基本的にはその外してもらって、ね、ここ外してもらって、は
ただこれちょっと女性の方とか開けられないんじゃないかっていう、コツがいるかもしれないですね。ここまで上がっちゃえばスーッと上がりますよね、はい、ダンパーで。ここのガサっていうのがちょっと最初硬いかなと。でトランクの方が120リッター、はい、普通の軽ワンボクスターよりかはちょっとこう、そうなんですよ、容量がダウンしてるんですか。はい、はい、ルーフのここに格納部分があるので容量は小さくなってます。ただ結構こうサイドスペースを取れてるし、まあ、深さはさすがにそんなにない、はい、それこそ本当に25センチぐらいしかね、はい、しかないですけど、まあ、必要にして十分な容量はあるのかなと。もともと911にない部分ですそうなんですよ、まあ、前もあるので、うん、まあ、後ろでもオープンモデルでこれだけあれば十分なのかなとは思います。ただちょっと開けるテンションだと開けるこの労力が大変なんで、はい、あんまりこう頻繁に使う方は前の方がいいかなって、うん、そうですね、あんまり使わないものとかを後ろの方がいいかなっていう感じです、はい、まあ、洗車道具とか、そうですね、そういうのが後ろでいいと思います。じゃあ続いてボンネット側のトランクも見てみたいと思います、はい、こっちの方がちょっと容量があって、そうですね、はい、前はもう普通に開きます。機内持ち込みサイズぐらいの、はい、あのトランクまでは入るっていう、そういう表現。結構下深いですもんね。結構そうですね、深さがあるんで、うん、多分地面とそんなに高さも差がなさそうなぐらい、まあ、2人乗りなんで、まあ、2人分の荷物は十分いけるのかな、はい、こんな感じのトランクになっております。続いてテント周り見てみたいと思います。お願いします。マフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。めちゃくちゃいいですよね。しかもあのかぶり俺よりはるかに聞こえるね。あー、音結構そうです。まあ遮音性よくはないですね、はい、最高いいですよねこれいいわ。でもね、ちょっとシートはもう20ミリぐらい下げたいです。あー、そうですね、少し高さを感じます。私、はい、ただ僕のだらしないボディでもそんなにタイトさないです。はい、はい、でまあ、ステアリングも手動ですけど割と、はい、こんなもんかな、はい、良すぎる良かったです、はい、で今回の車はレーダー探知機とドライブレコーダー、はい、そうですね、一応ついてます。はい、あ、ちょっと言っていいですかレーダー探知機はちょっと早急に移設したいです、うん、そうですね、場所はちょっと変えてもいいかもしれないですね、はい、ちょっと高級なレーザーが傷む前に、はいはい、ちょっとこのパネルかなんかにこうピッて出しておいてもらうといいのかなっていう、はい、今日はいたします。いきましょう。重い、そうなんです、クラッチ結構しっかりしてるんですよね。これ普通に強化クラッチのそれぐらいの、うん、最近ここまで、まあ、重いのは珍しいかもしれないです。まあ、男性であれば全然問題ないのかな、はい、シフトが超ショートストロークです。これいいね、はい、いや、コクっていう、手首だけでいけるぐらい。そうだね、そうなんですよ。これいい、音もいいですよね。じゃあ参りましょう。はい、はい、ちょっとオートブリッピングと、あ、サイドブレーキですね、失礼しました。オートブリッピングと、はい、めっちゃトルクあるよ下から。そうなんですよ。いやいやいや、本当にこれだってクラッチリリースだけで前進む全然。あ、そうですね、もう全然大丈夫。さすが4リッターですね。ねえ、この時代に逆行した4リッターですよ、はい、で結構そう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 、はい、GT4 とだって変わんないんでしょ。変わんないです、1500は切ってますからね。だこの不自由なルーフにしたことによって最低限の重量増で屋根が開くという。
でも思うんだけど、最近ちょっとカブリオレが良すぎる。あー、そうですね。ドイツ車のカブリオレ全般、はい、なんかもう風は巻き込まないし、開け閉め早いし、静かだし。そうですね。そう、だ本来のなんか屋根開く車って、うん、これなのかもしれない。そうですね。まあ、だからもう本当そのラグジュアリーな要素ももちろん、まあオプションで選択してるんで結構レザーは使われてますけど、車の作りっていうので言うと、うん、もう軽量化と走りをだいぶ意識したモデルだなっていう感じはしますね。めっちゃ乗りやすい。はい、いや正直もうこの車のキャラクターだからちょっととっつきにくいのかなと思ったらちょっとさすがにそのクラッチの重さとシフトのこの重さはあるけど、はい、もう全然スタートなんかもうスッて出てきるし、ね、あと車の感覚がつかみやすい。ああ、とかない、全然ない、はいはいはい、これそうですよね。確かに視界もいいですし、音がそして、うん、だってレブが8000からだ。吹き上がりめっちゃ超スムーズに吹き上がるんでいいっすよね。うわわわわ、もうねクラッチのねミートポイントとかね確認しないで乗れる。わかりやすいですよね。わかりやすい。そうなんですよ。トルクも太いし、ペダルのだから本当その重さだけちょっと慣れてもらえればって感じですよね。でクラッチも、クラッチっていうかシフトも、はい、あのコクコクっていう感じするけど、もちろん走り出せばもっとスッて入るから、はい、車の感覚つかみやすいなこれ。そうなんですよ。オートグリップはオフになってますね。はい、どこでしょうか。こちらです。じゃあ入れますね。はい、お願いいたします。オートグリップ入れます。これでもうクラッチペダルの操作だけでヒールトゥーとかなしで、本当だ、グリッピングしてくれるんですよ。しかもめっちゃ反応いい。これ頭良くないですか。ものすごい回転数正確に合わせてくれるんで、いやぴったんこだった今。そうですよね。クラッチスパッて離しても全然、そうなんですよ、ショックもなく。これ正直言っていいですか、はい、音はめちゃくちゃ聞こえますそうですね。エンジンの音もそうだけど、はい、ロードノイズめちゃめちゃ聞こえる。ありますね。乗り心地の硬さ的にどうですか。結構多分シャーシ剛性もすごい高いので、まあ、固めは固めだと思うんですけど、だ不快な硬さではない。あ、そうですよね。ちゃんと車の動きがこう伝わってくる硬さ、ただ長時間乗ると少し疲れちゃうかな、特に助手席の人は疲れちゃうかなっていう感じはしますけど、まあバケットでもありますしね。ただバケットでこう体を支える必要がないんで、本当にペダル操作とステアリング操作だけに集中できる、はい、ステアリングもすっごいソリッドじゃないですか。頭の入りとかやばいこれはいやそうなんですよ。これちょっと街中だと本当に相当意識しないと3000以上回すことなんてないけど、そうですね、この湧き上がるトルフ感と、これちょっと試乗するとここじゃないね。いや本当はもう本当高速持ってきたぐらいですよね。いや高速もなんかもうちょっとなんていうの、カーブとかちゃんとあって、あアクセルオンオフするところに乗りたい。サーキットですねか、あの箱根、はい、タンパイクです、ね、ああいうとこ、うん、もうどこまでも俺を走らせてくれっていう感じが。そうですね。これ多分でも本当に車重と、まあ、このもう要はパワーといい、多分一番ポテンシャル的にそのワインディング楽しいかもしれないですよね。いやいやいや俺ね、あのホームページ見たの、はい、なんかヒルクライムでどうのこうのって結構書いてあるのよ、718のホームページって、はい、なんでヒルクライムとか、まあ、まあまあ550、はい、の時からそうだからっていうのはあるのかなと思ったけど、まあ、乗るとわかるね。あこれはね本当になんか運転がめちゃめちゃ楽しめる。そうですよね。最高これ。ちょっとあの支払いさえどうにかなれば欲しいんですがあの東京店結構スタッフみんな言ってます。池田セールスいや僕も欲しいですね。これいいよ。東京店ちょっと私も気になったんですけど、まあ比較っていうあれにはちょっとなんないかもしれないですけど、キャラクター的に前以前撮ったそのアルピーヌの A1 ってやっぱまあモータージャーナリストとかの記事見ててもやっぱあの辺結構比較されてる方多くて、まあ、パワーも違う、やっぱ価格帯も違うので一概にこう対等なところで比較はできないと思うんですけど、ただまあフィーリングとかは割となんか同じ方向を向いて車作ってる気がします。そうですよね。その辺と
ただそこにまあ高級感だったりとか、多分質が一段と高いのがまあこの7インチ8とかなのかなって。あれほとめっちゃいいな今の加速度でトルクすごいですよね。すごい。トラクションがしっかりかかるんで。いやめっちゃかかる。やばい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 もうねバイクね。あ、そうですね。うん、そうなんですよ。本当に疾走感とこの吹き上がりバイクね。このエンジンは気持ちいいですよね。温泉回転からグワッて。はい。ただね、NA っていうのもあるかもしれないけど、めちゃめちゃ扱いやすい。あー、そうですよね。ターボと違ってなんかこう思った通りのパワーが出るというか、うん、はい、出方もすごくリニアだし。うん、なんかこうわざわざ自分でいろいろ補正しなくても、はい、思った通りのなんか加速パワー感、はい、これ車のスタビリティも高いからすごいね。すごい乗りやすいですよね。だからこれ冷静に考えたらさ、めっちゃバーゲンプレスだよね。いや僕はそう思うんですけどね。ただまあ、ね、現状やっぱ718スパイダーって、まあ、思ってるよりも多分高いっていう印象を持たれてる方多いと思うんですけど、うんうんうん、ただまあポテンシャル考えたら十分バーゲンプライスなのかなとは思います、ね、いやしかもこの時期にこれっていうのすごく意味があると思う。ああ、そうですよね。マニュアルだよ。マニュアルです。NA だよ。4リッターだよ。もうないですよ。こんな車が今この価格で、ね、乗れるってものすごいと思う。そうですね。すげえパワー感。いや正直あのダウンサイジングの4発ターボもめちゃくちゃ速いし、はい、まあ、音以外はすごく納得のこう仕上がりなんだけど、やっぱりそれだけじゃないなっていうのをすごく再確認させられました。あ、音とやっぱり感じるもの。そうですよね。ブレーキもめっちゃ、もう運転好きな人にはたまんないですね。そうね、これマジ今乗るべき一台だね。ブレーキもすごいですよね。フィーリングも良くて、 PCCB やっぱ欲しいって方も多いですけど、十分なストッピングパワーもスチールでもあると思うので、PCCB になるとローターも大きくなって。そうです、ね、はい。ただ一番のメリットとしてはその軽い、はい、そうですね、真似した重量が軽減できるっていう。本当にガンガン使うとなるとスチールの方が結構分があるって言って、うん、そうですね、特にサーキットユーザーなんかわざわざスチールブレーキ選んだりとかっていうのもつかなくないみたいなんですけど、ただなんかね本当にポルシェのブレーキって前後のバランスなのか、そもそも車のバランスなのか分かんないけど、こういう沈み込む感じのブレーキなのね。そうですね。そうグーって踏んでもおっとっとっとってなんないの、うん、ギューってこう変化が少ないっていう、ね、そうでもしっかり荷重は使えるっていう、それがこの素人の僕でも感じれるっていう。いやシフトいいな、無駄にシフトしちゃうな自信のある方はもうあのオートベリピング切っていただいて、ね、ヒール2で回転合わせるのもいいと思うんですけど。そうなんですよ、これちょっともうニヤニヤしちゃうなで、これだけショートストロークでシフトも少し入ってくれるんで、 PDK じゃなくてもやっぱいいなって思っちゃいます、うんうんうん、もちろん PDK もあるんですけど、 PDK 後出しで出てきたんでね。そうです、そうです。最初の時はマニュアルで出てきた。十分でもこのマニュアルでも速いと思います。いやこういうコーナーでもまーって曲がってきたよ。そうですね、これいいよ。めっちゃ音いい。音いいですよね。すっごい分かり、はっきり分かりやすくこう後ろから聞こえてきますよね。本当にね、感じれる。エンジンがどう回ってるかとかあ、そうですね、タイヤがどう回ってるかとか、ステアリングのこの感じもすっげー絶妙だし、やっぱりホロってこれでいい気がする、うん、僕もそう思います、うん、まあ開け閉め大変ですけどね。アイドリングストップが、アイドリングストップ、はい、精神衛生上良くないです。気づきましょう。あと気筒、はい、休止もついてるので。そうなんだよね、はい、しかもそれもなんかずっと同じ気筒が休止してると温度差出てきちゃうから、はい、交互に入れ替えるような
システムが入ってるとかっていう。あ、丸く閉じると全然。そうなんですよ。それでも随分このメカの音は聞こえるけど、はい、これいいよ。どこまででも走りたいな。そうなんですよ。ドリンクホルダーはもうお決まりのやつですね。なるほど、はい、そうだよね。もうこの点でドリンクホルダーついてないのもあって、スーパーカーとかザラだけど。そうなんですよ、まあ、ポルシェはもう変わらず。あとこのカラーのインテリアいいですよね、ボディ同色の。いいね、はい。まあ、カーボンとかももちろんいいんですけど、このカラードインテリアも結構こうインテリアのカラーに派手な色持ってくると結構こう目が疲れちゃったりとか、はいはい、あとフロントガラス反射しちゃったりとかって結構あるけど、紺色全然ありですよね。全然あり。とりあえずね、東京店のスタッフみんな欲しがってるんで。いやこれね、運転好きな人とか車好きな人だったらね、もっと来たいって思う、これ。いやそうですよね、うん、僕ももう911ももちろんやっぱすごくいい車ですし、 GT3 なんて言ったらもう走る人にはたまんないですけど。そうだね、やっぱこれ乗っちゃうと K1 GT4 とかこの718スパイダーってすごい、うんうん、いい選択というかありだなって思いますね。ちょうどいいサイズで。そうだね、確かに GT3、 911GT3 よりパワーは確かに100馬力までいかないですけど、うん、やっぱり劣りますけど、その分ボディも小さくて軽かったりもするので、十分なポテンシャルですよね。最近裏手の911.1かな、はい、撮らせてもらって、普通のスノカレラで350馬力だけど、なんかポルシェのね350とか馬力、はい、なんかね速く感じるの。速いね。そして確かにそうですよね。だって今全然300馬力なんか全然珍しくないし、なんだったらミニでもJCW の四駆のモデル、うん、だクロスオーバーとかグラブマンとかって300馬力今あるのね。ありますよね。全然速い、うん、もうプラス50馬力もちろんあるけど全然速い、はい、なんだろう、ミッションなのかその車の作りなのか、速いしすごく速く走らせられるというか、トルクの出方とかもあるかもしれないですね。ああ、もうあるかも。ありがとうございます、はい、ちょっと池田ドライブを楽しみたいですじゃあ参りましょう。助手席の方が高さ感じない。ああ、ステアリングとのバランスもあるのか。そしてじゃあメモ帳で振り返っていいですか。はい、はい、中でちょっと紹介し忘れたのは、パークアシスト、バックカメラなんかももちろんついてございます。あとローンチもついてて0100 3.9秒、はいはい、ローンチ使わないと4秒ちょっとって書いてあったかな。あ、はい、でマックスなんと301キロということで素晴らしいですね、はい、でもなんか全然いけちゃいそう。いやいけちゃいそうですよね、この安定感と、はい、そしてエンジンの方がいろいろ言われることがあるエンジンですけど、これが911のカレライスベースというか、はい、3リッターのターボのエンジンの方が基本的な、まあ、ベースにはなってるかな。だか結構4リッターの NA、生態高6気筒なんで GT3 って言われることも少なくないと思うんですけど、それが別なんですよね。はい、はい、基本的に GT3 ってあの上のレースの方から降りてきたエンジンだから。そうです、そうです。ちょっとコストとかパーツの関係でちょっと違いがあるとって言ってもでも言ってもですよ。そうなんです、はい、ちょっとあの馬力とかも予習しましたけど、一応420馬力、マニュアルでトルクが 43.8 キロ、はい、でマニュアルと PDK でちょっとその辺の味付けっていうかが変わってるみたいで、うん、まあ、トルクのピークがマニュアルだと5000から6800、おお、はい、で PDK だと、一応5500ぐらいから、はいはい、みたいです。なるほど。で若干味付けが違うのかなっていう、うん、いいね、すごいですね。オートブリッピングすっごいっすね。本当にスパッと話して全然超か、本当に何ですか、賢いというか人間勝てないですねこれはレース経験ありの池田君をもってしても、いや無理だと思います、これはかなわないぞと。そうなんです、自分の車はもちろんマニュアルなんで、あのマニュアル車はよく乗ってる方ですけど、うん、まあオートブリッピングなんかありもしないので、まあやっぱり
ヒール2とか使ったりしますけども、もう絶対これには勝てないと思います。ピタッと合わせてくる。ピタッと合わせてますね。すごい。そしてエンジンの方は、当然のドライ散布、はい、そして可変のインマニランクもついてて、はいはい、まあ、NA ですけどいろんなギミックを使って、うん、まあ、レスポンスも良くなってるそうです。そしてあとは、まあ、K マンボクスターだけじゃなくて、まあ、911なんかにも採用されてますけど、ダイナミックトランスミッションマウント、はい、はい、電子制御のエンジンマウントですかね、はい、結局結構横揺れというか、うん、エンジンの水平対向ですもんね。だその辺を制御したさせてあげることによって、割とその車の動きが、はい、キビキビ走るようにできる。でも結構レースの車なんかだと、もうそもそもそれが必要ないからって言って、もう強化のエンジンマウントに変えちゃったりとかってもあるんですよね。そんな感じかな。すごって今すごい素で言っちゃいましたけど、スパッすごいっすよこれ本当に。まあメーターもすごいシンプルですね、うん、ポルシェはねこれ一貫してるよね。一貫しますね、まあ、あの5連じゃなくて今回3連の、うんうん、まあ、71じゃんね、3連メーターですけど、必要な情報だけがある感じですよね。本当にねこの表示が一貫してるのは本当にすごいと思う、うん、だって BMW ですらこう結構こう、まあ、定番のこのタコとメーターの配置だけど、うん、はい、新しいのになっていろいろ変えてきたり、液晶になったり反対側から回ったりとかそうですね、してますけど、ポルシェこれ何年これをやってるんですかっていう、割とアナログな、これいいね、まあ、ブレーキのタッチもいいね、ギューって感じだよね。いや本当そうですね、本当になんか動力とそのままこうリニアにこう車が動いてる感じ、はい、そんな感じですね。本当に初期制動がこう強すぎたりとかもないし、うん、奥でギュギュっていう、なんていうの、踏んだら踏んだだけ、そうですね、引く感じ、すごいな。結構ねスピード出した時それ結構ね重要よね。ああそうですね、おかまみたいな喋り方になっちゃったけどずっと僕某国産車、はい、の左ハンドルマニュアルを乗ってて、うん、一時、はい、まあ、それ FF で、まあ、正直その走る車ではなかったんで、はい、もうそもそもブレーキのその容量もそんなにないし、まあフワワキロぐらいからもうギューって踏むともう前のめりになっちゃって、あで特に FF だからこうステアリングが効かなくなっちゃうというか、はい、そういうのがない、うん、確かにそうですね。すごい、あの今回ちょっとナビメディア関係一切紹介してないけどいいかなっていう、まあ、あの一般的な標準のナビです。はい、あのテレビだけはなかったと思います。テレビなしですね、はい、まあ、でもここで買う買わないっていう車じゃなかろうかと、はい、はい、いやこれはいいよ、いい車ですね。なんか本当にパッて乗っても多分誰でもそれなりに普通に乗れちゃう、うん、いい意味で癖がそんなになくっていう感じですね。いや大体こう乗り出した時もステアリングもそうだけど、いろいろちょっと確認してからこうスーって出ていく感じだけど、はい、それなく、うん、なんか本当に思った通りに車が動く感じがします。あとは意外にこの屋根がこの状況なんで音、そのキシミ音とか、うん、そういうのするかなと思ったら意外にしない。そうですね、キシミ音とかはないですね、まあ、巻き上げてる、うん、こう小石巻き上げてる音とかはやっぱ拾ってますけども、うん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 、なんかなさそうです、ね、走って発生する音は聞こえるんですけど、はい、なんかきしんだりギシギシ言ったり、まあ、聞こえない説もありますけどベタ踏みできないですよねこれはまだまあサーキットとか広いとこ行けばそうですけど、公道ではもう多分もう十分すぎるパワーとトルクですね。これでもさ高速とかかっ飛んでたらめっちゃかっこよくない？これかっこいいっす。もうフォルムもいいですもんね。シフ
フトも分かりやすい。なんだろうね。いやーすごい、すごいしか言えないですね。しないのがちょっと違和感ですけど、でもすごいこんなに物ぐざしてるのにスコッて入っちゃう。すごいですね。どこにシフトが入ってるかがすごい分かりやすいですね。あれあれってないよね。ないですね。今何足だろうがないんで、僕個人的に考える今狂った車って言ったら、はい、LC500 NA5L、 はい、そうですね、なかなかもうないですよね。 あとはワーゲンの W12、 はい、それと並ぶこの 4000cc もあるのに2人しか乗れない。そうですね。そしてこのバイクみたいな吹き上がり、はい、これはねちょっともう今後なんか下がる要素がない気がする、うん、もちろん分かんないけど、まあでもやっぱ NA のエンジンってやっぱもうだいぶ希少ですよね。ポルシェもターボばっかなので。そうだよね。マニュアルもどんどんなくなってきてるからね。マニュアルないですよね。やっぱりマニュアルって楽しいよ。これだけやっぱオートグリッピングとかあってこうシフトショックとかもなく快適に乗れるのであれば全然選択肢としてはありかなっていう。オートグリップ、はい、ただまあクラッチ、ちょっと重めではありますよね、この奥というか、ちょっとだから渋滞がちょっとあれかなっていう、僕結構その動画の関係で名古屋行って、はい、帰り東名で渋滞にはまるっていうのが定番なんでこれ東名のあの渋滞はまったらきついなとかは思うそうですよね。多分首都高の渋滞ぐらいだったらまだいいんだろうけど、そうですね、東名の週末の渋滞とかはまったら結構地獄だなっていう。軽いですね、うん、ただなんかこうふわふわしてる感じではなくて接地感あるよね。接地感はしっかりあるんで、ね、そうですね。このさアクセル開けた時のクーンっていう、いいですね、気持ちいい。吸気音ソリッドですね。本当にこれないよね。ないですね。地上でした。いやいいですね。ただちょっと地上コースが物足んないです。全く物足んなかったですこれはちょっとあの箱根、最低限箱根ぐらいで行きたいですよね。なんだったらちょっと飛ばさなくていいから、飛ばさなくていいから攻めなくていいからニュルブルクリンクぐらい行ったことないけど、はい、あのぐらいなんかちょっとこうステアリングとブレーキとエンジンがなんか確認できるところで乗ってみたい。そうですね。多分そうするとこの車の多分一番いいところって多分バランスの良さかもしれないですよね。911と違ってやっぱミドシップなので、うんうん、今行動乗ってるだけでもうわバランスいいなこの車ってもう率直に思ったんで。シートヒーターめっちゃ効く。冬でも安心。冬でも安心ですね。今回開けなかったですけど多分おそらく多少の風の、あーそうだね、巻き込みはあるかもしれないので、最後ちょっと踏んでみますか、はい、ね、すごいですね。一般道だとシートヒートめっちゃ高い。あったかいですよね一般道だとね1秒も踏めないです。そうですね、はい、一足で引っ張って終わっちゃう感じですね。リアの295がちょっと悲鳴上げるんじゃないかっていうぐらいでも分かりますね。295ぐらいないとこのトルク感とか、これもう全然話にならないね。それ、はい、多分このパワーだとこれより細いとトラクションがやっぱ不足しちゃいますよね。いや中で見た時はいやいやいやケーマンボクスターに295カップ2って思ったけど乗って納得必要ね。納得ですね。ただねちょっと出面はちょっとなんでこの出面なんだろうなっていうのは思いました。
フロントが特にそうフロント1センチぐらい引っ込んでて、そうですね、リアがもう若干飛び出すんじゃないかっていうぐらい、はい、ツラツラという、あのプラスアルファでつけた、だってホイールアーチがなかったら飛び出てるよね、あれ。そう出てますね、はい、このセッティングが謎セッティングですけど、でももうだってなんか車高も下げなくてもいいし、タイヤホイールもかっこいいし、うん、このまんま乗れますよね。乗り心地もそんな不快じゃないですよね。そう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 、もっとなんかさ突き上げひどいのかなと思ったから、はい、まあ、タイヤも太いし硬い 20、まあ、20インチなんで硬いのは想像はつくんですけど、足がしっかり動いてる感じがしますね、うんうん、だって市販車なのにあんな直巻きの細いスプリングでヘルパーまで入ってて、そうですよね、スタビが調整できますってもう車外じゃん、うん、ここまでしっかり作られてる車はないですよね。ないね、さすがポルシェですね。いやいや、もう その類の車ってもうなんていうの、エキシージとかああいうんじゃないけど、 あのぐらいスパルタンな車だったらなんとなくこう、はい、あ、まあそうですね、いろいろ調整もできるし、うん、まあ、そういう走りにも対応できるよねっていうのがわかるんですけど、このなりで確かにやろうと思えばこの装備が選択できて、はい、うん、っていうのはなかなかない、うん、いやマジで最高な一台でした。最高ですね、はい、ちょっとあと支払い方法だけ相談させてください土屋さんがこれ買ったら動画にできないですね。いやこれでもそしたらあのタイトルを愛車紹介愛車紹介いや最高な一台でしたね、はい、ちょっと欲しかったんですけど、楽しくて仕方ないです。ちょっと支払い方法が検討もつかないんで商品者としてご案内させていただきます、はい、というわけで今回はポルシェ718スパイダーをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。